1974年時点、初号機着工直後の建設予定地、国土交通省国土画像情報をもとに、作成伊方発電所は、愛媛県西和郡伊方町に所在し、四国電力が所有している日本の原子力発電所、伊方原子力発電所、伊方原発とも呼ばれる。本記事では、以下、伊方原発と表記する。四国島最西部、 里三岬半島付根付近の北側斜面に位置し、瀬戸内海に面している、四国電力及び四国地方唯一の原子力発電所である、国内原発で唯一内海に面する、伊方原発は四国全体の電力の約4割以上を賄うと、原発 PR で歌われることがあるが、この数値は発電量ベースにて4割のことがあったというだけであり、 実際の四国電力の設備容量では、伊方原発の割合は2割余りである。伊方原発の1号機は1972年11月に原子炉設置許可を受けて1977年9月に運転を開始している。2017年に運転40年目を迎えることとなるが、四国電力は2016年3月に1号機の廃炉を決定したことを発表した。四国電力では、 1>, 1号機の新規制基準適合のための対策や安全対策を図るための工事に必要な技術や費用などを検討していたが、運転期間延長の認可申請を見送り、2016年5月10日をもって廃止した。そして2号機も需要の低迷などで2018年5月23日に廃止した。 出力調整運転実験1987年10月と1988年2月2号機で50%出力まで下げた後100%出力に戻す出力調整運転実験を実施した。炉の変更2003年8月13日燃料集合体の最高燃焼度を現行の 48000MWDT から 55000MWDT に変更申請。 2004年3月9日、3号機で重点ポンプ C 号機の風水部から一時冷却水の漏洩が発生。1969年10月13日、賛成派だった元イカタ町長の川口博之を中心に、イカタ原発誘致反対共闘委員会が結成される。翌1970年5月7日、機材の陸上げを阻止するための実力行動を行う。同年10月、 伊方町原発誘致反対共闘会議を結成。1982年11月18日の3号機増設の一時、公開ヒアリングに対して、愛媛地表などによる公開ヒアリング阻止闘争共闘会議が約2000人を集めて、前夜から当日にかけてヒアリングを開催させない監視活動を行った。当日の早朝にはヒアリング会場までデモを断続的に繰り返した。 1985年10月4日の三号機の第二次公開ヒアリング開催に対しても愛媛地表を中心に10月8日県民共闘が結成され2004人の抗議集会が開かれた上記の2回のヒアリングはいずれも開催された1988年1月25日大分の反原発団体などの呼びかけで伊方原発調整運転に反対して高松市ででも 同年10月30日、原発止めよういか集会に300人が集まり、参加者が手をつなぎ、人間の鎖を作ったり、3号機建設中止を求めるパレードを行ったりした。2010年1月18日、3号機で実施を計画しているプルサーマルの中止を求めて、愛媛県の住民団体などが国会内で、経済産業省原子力安全、保安院などに要請した。 要請したのは、市民団体と愛媛県の共産党、社民党などの政党が参加する、イカタ原発プルサーマル計画の中止を求める、愛媛県民共同の会で、計画の中止やイカタ原発周辺の海底にある活断層の詳しい調査を行って、イカタ原発の耐震安全性評価をやり直す、ことなどを求めた。詳細は、伊方原発訴訟を参照福島第一。 原子力発電所事故の影響によって、すでに定期検査を終えた発電機も運転再開の目途が立たないため、全発電機が定期検査に入った2012年1月13日から送電を停止した。伊方原発3号機は、2015年7月に国の安全審査に合格し、2016年8月12日、再稼働。運転中の原発は、九州電力川内1、 2号機に続き、計算機となる、イカタ原発3号機再稼働後も、各地で訴訟が起きた。詳細は、イカタ原発訴訟を、参照2019年12月26日より、定期点検に入り、2020年1月16日、モックス燃料16体を含む、原子炉内全ての燃料157体の取り出しを、完了したことが報じられた。同年1月17日、 山口県東部の島の住民3人が運転禁止を求めた仮処分の即時広告審で、広島高裁は運転の差し止めを認める決定をした。仮処分は、直ちに法的拘束力を持つため、今後の司法手続きで覆らない限り、定期検査を終えても再稼働はできない。日本の原子力発電所、原子力発電所と地域経済も参照方町の全体図1955年に、 昭和の大合併で伊方村と町見村が合併して誕生した伊方町は日本一細長い半島である里見崎半島の付け根部分に位置していた。町の大部分が海岸から30度前後の旧斜地にあり平野が少ない上に水資源も乏しい地域である。そのため伊方原発建設までは段々畑を利用した柑橘類栽培と沿岸漁業で成り立っていた。 第一次産業中心で収入が少ないため、半神地域への出稼ぎも多く、医療、教育などの住民サービスも未整備な状況であった。地域経済や住民生活は隣の保内町に頼っていたが、鉄道はなく、1987年に国道197号線が整備されるまでは極めてアクセスが悪い地域であった。高度経済成長に入ると、 若年層を中心に人口が流出し、過疎化が急速に進行した。そこで1969年に、町長、地主、漁業関係者らが四国電力に対して原発誘致の陳情を行った。当時、原子力開発に取り組むも、住民の反対運動で原発立地を確保できなかった四国電力は、この陳情を受けて1973年より、 イカタ原発の建設を開始した。こうして、イカタ町は原発中心の経済に移行した。原発によって多くの作業員がイカタ町で働くようになったため、建設業、サービス業で特に多くの需要が生まれた。ただし、建設業、宿泊業は大規模工事や定期検査の時期に大きく需要が伸びる反面、それ以外の時期は仕事が大幅に減るなど、 不安定な経営状況にあった。また、伊方町には商店や遊興施設が少なかったため、市街地がある、八幡浜市、ホ内町に宿泊する作業員も少なくなかった。建設業も地元業者は下請けが主であり、建設費の大半は町外に流出していた。そこで1984年に商工業共同組合が結成され、四国電力とその関連会社に、 地元での商品購入、地元住民の優先的な雇用、労働者の地元での宿泊を求めるようになった。ただし、四国電力側には従う義務がないのでそれほど効果はなかった。なお、農業は賃金が割高な原発作業に労働力を取られ、高齢化や後継者不足もあって衰退していった。伊方町の人口は原発の稼働後も減少傾向をたどっている。 建設時には一時増えたものの、1965年には9924人いた。人口が2003年には6746人にまで減少してしまった。地場産業が乏しく、原発関連産業での雇用も限られているため、主に若年層の流出が激しかった。ただし、人口減少の度合いは、同じ里三崎半島の近隣自治体と比較すれば、緩やかなものであった。 伊方町の財政力指数は1966年から1973年までは平均0.13に過ぎなかった。しかし、四国電力からの調税、国からの電源散歩交付金などによって1983年以降は断続的に地方交付税の不交付団体になるなど良好な推移を遂げるようになる。1966年には町の普通会計で 歳入2億7183円だったのが、1974年には16億1415万円に急増、2003年には71億8454万円にまで拡大した。四国電力からの調税には、固定資産税、住民税、電気税があり、そこから得られる金額は、電源散歩交付金より、はるかに大きかった。ただし、原発は、 原価償却によって会計上の価値が目減りするため、建設から時間が経つと固定資産税も減少する仕組みになっている。他の原発立地自治体と同じく、伊方町にも箱物が多く、建設費、維持費に莫大な経費がかけられている。また、住民たちには、原子力発電施設等周辺地域交付金が、世帯ごとに配られていた。2001年に成立した小泉内閣は、 地方交付税制度を見直すことで、平成の大合併を促進し、多くの市町村が合併を行った。国からの地方交付税の減少によって、もともと悪かった瀬戸町、三崎町の財政はさらに悪化した。健全な財政を保っていた伊方町は、合併によって地方交付税が増えることに、財政的メリットを見出し、以前から消防。 ゴミ処理などで一部事務組合を結んでいた瀬戸町と合併協議をスタートさせた。しかし、佐都岬半島の先端に位置する三崎町の町長は、伊方瀬戸領町を飛び越え、八幡浜市、保内町との飛び地合併を提唱した。町長がこのような合併を提唱した背景には、八幡浜市を中心として、西和郡五町を合併させようとした愛媛県庁の、 意向があるとする見方がある。しかし、三崎町民の多くは、住民投票で、伊方町、瀬戸町との合併を望み、伊方町も財政力を維持するために、八幡浜市との合併を望まなかったため、伊方町、瀬戸町、三崎町が対等合併し、新、伊方町が誕生した。合併の際、電源散歩交付金の積み立てである伊方町地域、 新興基金31億1680万8000円の死とは旧伊方町に限ると合併委員会で決定された。また旧伊方町の各世帯は旧世と三崎町よりも多くの原子力発電施設等周辺地域交付金を受け取っている。合併後の伊方町は職員の三役、議員の自然源や一般職員のリストラによって人件費を削減した。 2002年度から2009年度にかけて、職員数が322人から243人に減り、職員の減少率は24.5%と、愛媛県内最高を記録した。それでも伊方町の財政力指数は1.259から0.570にまで悪化し、普通交付税の交付団体になってしまった。伊方町は、 原発の減価消却による固定資産税の低下に対して2003年より法定外普通税の使用済み核燃料税の導入を検討した。しかし2009年に愛媛県が県税の燃料税率を 10%13% に引き上げ1%分を伊方町と八幡浜市に配分することになり、伊方町は使用済み核燃料税の導入を見送った。合併後も 人口流出、高齢化は進み、人口は合併前の旧山町合計13,076人から2009年には12,118人に減少した。伊方町は対策として風力発電や観光業の振興に取り組む姿勢を示している。東日本大震災以降、編集2011年3月に東日本大震災により福島第一、 原子力発電所事故が発生した影響で2012年からは伊方原発も停止した。八幡浜市、伊方町では原発停止の影響で作業員の数が減り、旅館、飲食店などを中心に大きな経済的打撃を受けた。八幡浜市と伊方町は景気対策としてバスツアーに補助金を出したり、旅館の割引券を発行した。 2013年6月の伊方町議会では、町長の山下和彦が原発に大きく依存した地域振興策を見直すことを表明し、観光新たな経済振興策の柱に据えた。町として総合戦略を策定し、2014年度より約2億円の関連事業費が予算に盛り込まれた。伊方町は戦略に基づいて温泉施設やフェリー乗り場などを整備し、 年間約50万人が利用する大分県との間を結ぶフェリー乗り場近くに、みかん、魚介類の直売所を作ることを表明した。また、亀ケチ温泉に宿泊施設を新設し、旅行プランに東洋医学を組み込むことも模索された。町内の佐田岬崎灯台を観光拠点として、カフェバーベキュー場を整備するともした。ただし、伊方町はアクセスが悪く、行政は住民から、 課題克服のためにアイデアを募った町の歳入の約3割は電源散歩交付金固定資産税の原発マネーであり町長は新産業創出の重要性を訴えるが脱原発ではないとしている東大が100周年を迎える2018年4月までに観光関連事業に集中投資するとしている2016年8月12日再び伊方原発が再稼働した 伊方町では、経済の活性化を期待する声が聞かれた、中央構造線地震活動との関連も参照。赤線が、中央構造線1981年以降に、伊方原発 30km 圏内で発生した、地震の震源マップ。赤星印が、伊方原発伊方原発の間近に、長大な活断相帯を伴った、中央構造線がある。この活断層帯に含まれる、 イカタ原発から後の6キロメートル程度の距離にある海底の活断層が将来大地震を引き起こす危険があることが前述のイカタ原発訴訟にて原告から訴えられていた。ただし裁判当時の国内の地震学会では地震の活断層説には否定的な意見が占めており受け入れられなかった。なお2011年2月に地震調査研究推進本部より発表された。 中央構造線断層帯の長期評価によると、イカタ原発近くの活断層の活動は以下のように評価されている。石槌山脈北縁西部の川上断層から、伊予灘の佐田岬崎北西沖に至る区間が活動すると、マグニチュード8.0程度もしくはそれ以上の地震が発生すると推定され、その際に2から3メートル程度の右横ずれが生じる可能性がある。 石支山脈北縁西部の川上断層から、伊予灘の佐田崎北西沖に至る区間は、今後30年の間に地震が発生する可能性が、我が国の主な活断層の中ではやや高いグループに属することになる。地震調査研究推進本部地震調査委員会、中央構造線断層体の長期評価について、平成23年2月18日その後の2012年に、 1596年9月1日に起きた慶長地震の際に現在の伊方原発付近20の15メートルの大津波が到達した可能性があることが発表された。この時の地震は愛媛県から大分県にかけての約170キロメートルを震源域とする巨大地震だと考えられている。辻吉信によれば、 数日起きに起きた3度の大地震の内分後地震が、伊予地震と連動して発生し、地震や津波の規模が、今まで考えられていたよりも大きかった可能性があるという、伊方原発は10メートルの高さにあり、四国電力は14メートル強の津波も防ぐ、対策をしているが、直下型地震の強い揺れの後に10メートル以上の津波で浸水となれば想定外の事態もあり得る、としている。 この発表に対し、四国電力は、イカタ原発付近にこの時の打つ波の痕跡がないこと、この時の地震では、別府湾で断層が縦にずれて打つ波を引き起こしたが、イカタ原発沖の断層は横にずれるとされており、地震が起きてもイカタ原発に届く規模の津波には、ならないことなどを説明している。さらに、四国電力は、同様の広範囲を、 震源域とする地震が起きた場合でも、イカタ原発の耐震性には問題ないとしている。2013年に地震調査研究推進本部が示した南海トラフ巨大地震の想定震源域、イカタ原発はまた南海トラフの地震の想定震源域にも近いことから、大地震発生時の影響が懸念されている。内閣府南海トラフ巨大地震対策検討。 ワーキンググループによる南海トラフ地震の被害想定の2012年8月29日に発表された第一次報告では津波発生の46分後に伊方町の沿岸に最大21メートルの津波が到達し伊方原発付近では最大3メートルの水上昇があるとされた町内各地の津波の規模は愛媛県が独自に調査し佐都崎半島の太平洋側に 最大21メートルの津波だと推定している。その後、2013年5月24日に地震調査研究本部地震調査委員会が発表した南海トラフの地震活動の長期評価においては、従来の東南海地震、南海地震の想定震源域よりも広い範囲が南海トラフの地震での想定震源域として示され、 味方原発のマジカも震源域となる可能性が高まった。過去にはこの想定した範囲内の一部の領域が震源となって M8 級の大地震を起こしてきた。頻度は低いものの想定震源域全体が震源となった場合は M9.1 の巨大地震となると見込まれている原子力規制委員会による3号機の新基準適合審査にあたり四国電力は これらの大地震への対策として、基準地震動を、それまでの570があるから650があるに引き上げている。また、愛媛県から地震動への、さらなる対策を求められたことから、約1000ガルの地震動に対応し得る、耐震性向上工事を実施した。こうした対策に対し、伊方原発沖の活断層を発見した岡村誠も、この活断層が震源となれば、 伊方原発にはすぐに強い揺れが到達することから、制御棒をうまく動作させられず、原子炉の緊急停止に影響する可能性を指摘している。また地震学者の石橋克彦も、敷地内での液状化現象や地盤沈下の発生、斜面を削った箇所の崩落といった危険性や、四国全域の停電と原発の非常用電源の トラブルによる全交流電源喪失の可能性を指摘している。1万1の原発事故発生に備え、愛媛県では2013年6月に広域避難計画を策定している。2014年2月の見直し後、2015年6月に修正版が出された。計画では、伊方原発の西側となる、佐都岬半島にいる住民は、国道197号線などを通って3機構へ、 向かい、定期便の船舶のほか、海上自衛隊や海上保安庁、事前に協定を結んでいる、民間企業などの船舶も活用して避難することとなっている。しかし、悪天候などで船舶が使えない場合の代替方法が十分に検討されていないことなどが問題点として指摘されている。2013年10月22日には、大地震により、伊方原発で放射性物質が、 漏洩との想定で、愛媛県による原子力防災訓練が行われた。愛媛県や周辺の地方公共団体と住民、四国電力、原子力規制委員会、自衛隊などの地方行政機関、その他の公共機関が参加して、原発から3 0キロメートル圏内にいる住民の安全確保のための大規模な訓練が実施された。その後、 2015年11月8日9日には同様の事態を想定した国による原子力総合防災訓練が行われた。これは、イカタ地域の緊急事態応に基づいた避難計画の実効性を検証することも目的としており、四国電力、愛媛県の全市町村、大分県と大分市、山口県と上野関町とその住民のほか 首相官邸や内閣府などの中央機関も参加した。フェリーや海上自衛隊の船舶での愛媛県から大分県への避難訓練も行ったが、大分合同新聞が避難訓練の参加者にインタビューしたところ、大地震で道路や港湾施設に問題が生じたら訓練時のようには、避難できない、高齢者の多い集落では移動も難しいといった、実際の避難への、また、訓練後に、 愛媛県が参加者を対象に実施した行ったアンケートでも約2割にあたる参加者から同様の回答が寄せられたという。また、国の原子力災害対策指針に基づき、伊方町では、伊方原発から半径5キロメートルの範囲に住む町民約5300人への安定用素材の配布を進めている。2014年8月から集会場などでの配布が始まり、 医師などが使用方法などを説明した上で町民に渡しているが2015年11月現在約3割の町民にまだ配布できていないという2010年の時点で四国電力の原子力本部は香川県高松市の本店内に所在しこの伊方原発の管理運転計画の中枢となた四国唯一の原発を要する愛媛県では 当時の加藤もり知事が2005年と2006年に、それぞれ四国電力に対して原子力部門の県内移転を要請している。しかし、原子力部門に限るといえども、ある程度、ところが2011年3月の福島第一原子力発電所事故がきっかけとなり、愛媛県知事の中村時博が改めて四国電力へ要請をしたところ、 四国電力側は本店にある原子力本部を2011年6月を目処に愛媛県松山市に移転することを決定した。移転後はすでに松山市にある愛媛原子力対策室と統合され、取締役副社長である原子力本部長以下総勢25人程度のスタッフにより業務を行う予定とされた。 そして2011年6月29日をもって原子力本部が高松市の本店から松山市へ移転した。スタッフは原子力本部長以下30名の体制である。四国電力原子力本部組織図赤色は松山市に移転の部署、緑色は以降も本社に残る部署、青色はすでに松山市に所在する部署。ただし松山から イカタ原発までは直線距離でも 65km 離れており、自動車で実際にかかる到達時間も高速道路を利用したとしても松山市内からは1時間30分かかる。ゴジラ VS デストロイヤ1995年公開の日本の映画、劇中にイカタ原発が登場する文後水道に出現したゴジラが発電所を襲おうとするも、 自衛隊のスーパーサーティに防がれている英語版に画像あり、ありがとうございます。